おはようございます。おはようございます。今日は何日ですか？2021年1月1日イエーイ。10時、朝の10時10時28分10時28分。おはようございます。おはようございます。沖縄もめちゃめちゃ晴れてます。あ、やばいよね。めちゃめちゃ暑い。1月なのにめっちゃ暑い。1月1日めっちゃ暑い。もういらないこれT シャツで大丈夫っていうね。いや、今年スプレアートエデンの1枚目、2021年 A の1枚目。本当に1枚目だね。結構決まってて、でもこれしかない、これしかないんだ。まあ、毎年これだと思う。すごいね。なんか昨日、最後の、A の動画作ったじゃない。それめちゃめちゃ悩んでて。めっちゃ悩んだ。でも最初のは迷わない。もうね、なんかこれしかない。おお、なんか気になるね。これはもうなんか12歳ぐらいからこれなんだよ。12歳から。うん。もう下手したらパスポートものサインもこれみたいな。途中からパスポートを作るルールが変わってできなくなっちゃったんだけど。まあ2021年、まあ多分ね、みんなもね見たことあるんだと思う。わかる？ベロちゃん気になる。私分かった気がする。分かった。何色？黄色です。ですよね。ベロちゃん分かってるね。分かってる人も分かってる。まあ2021年スプレアートエデンの一発目の絵。待って。え？オッケー。はい、あ、いいよ。あっちからいいんじゃない？いいの。パスポートにサインして使ってたの？そう、しようとしてた。これをしようとしてたの。もうじゃダメって言われたの。ダメって言われた。そう、前は良かったらしい。そうなの？そう。じゃあ、いろんな人はこんなサインしてたと思うんだよね。え、俺知り合いの社長さんのサイン知ってる？うん。あの18の時に出会ったね、知り合いのね、社長さんのね、パスポートのサイン、これ。これ本当にこれ。なんでって言ったら、なんか社長さんってさ、サインすることっていっぱいあるじゃん。だからこれが一番楽なんで。でもそれ危なくない？まあ日本はそのサインの文化あんまりないんじゃない？そうだね。あ、危ねえ。2020って書くことだった。はい、メロちゃん、はい、サインお願いします。サインします。え、これヨヘノさん変わったってこと？いや、いつもだよ、一緒だよ。こうでいい？いいよ。なんか言っていいかどうかわかんないけど、これは私の本当のサインじゃない。スプレーアートのサインはそれでしょ？これはスプレーアートのサイン。知ってるよ。だから本当本当のサインが違って、この前は書類にサインはしないといけなかった、そしたらこれをやっちゃって、やばいやばいやば。で、その中になんか直そうと思ったけど、サインはめちゃめちゃだった。そしたら、あの、やり直してくださいって。どこで？あの、オフィス。そうなの？市役所とかで？そうそうそう。なんか難しいね。あ、かわいいですね。で、これが私2021ね。じゃん。落ち着きですね。うん。うわー、めっちゃ可愛い。これ2000。これ最初の本当に2021年の一番最初の絵です。です。昨日よりシンプルだね。昨日シンプルだよね、うん。ここに行き着くまでの、あれがすごい深い。すごい深い。うん。やばいね。やばい。どんだけ深いか分かる？え？どんだけ深いと思う？どんだけ深いだね。うん、まあちょっとこんな感じ。のがいいかな。教えて。なんでこうなったか教えて。これ？うん。垂れるぞ。垂れるぞ。お前か。あ、あ、いや、もうなんか暑いから大丈夫だと思う。メキシコで会った時もこれだったでしょ、いろいろ。私、本当は
覚えてない。え、覚えてない。おでもまあ何年はね、最近、結構最近気づいたけど、なん、うん、なん、洋平いつもなんでこれやんだろうって、なんか可愛いね、可愛いね、うん、って思った。これが俺らが本当に2021年一発目の絵です。可愛いです。はい、ということで、ということで皆さん、今年も2021年、うん、よろしくお願いします。まあ、やっぱりね、人生シンプルが一番だ。人生はシンプル一番。シンプルが一番、まあ、そうだね。そうそうそう。でも楽、いろいろやって、いろいろやって、いろいろやって苦労して、いろんなこと経験して、やっぱり最後シンプルがいいに戻りたい感じ。今はもうどんどんやればいいと思う。今はこれからはもうガン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 攻めてって、うん、どんどんなんか複雑にしてって、うん、少しずつまたシンプルにしてって、うん、破壊と構築です。楽になります、はい、意味が分からないけど明けですね。これでいいのかな。なんか日焼けしてるベルちゃん可愛いね。やばいよね。めっちゃ顔赤いから大丈夫。本当？うん。じゃあもっと日焼けしたらいいかな。オッケー。はい、ということで、楽しいと思ったら、チャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。アディオス。アミゴス。